時刻は9時半を回りました嘘のような本当の輪の時間でございます皆様おはようございます、えー、お相手は本日は FM ギナの山内ですそして東京からですか今日ははるばるやって来てくれましたどうぞはい毎月来させていただいております WO イーの北条ですどうぞよろしくお願いしますはい北条さんよろしくお願いします、はいえー、先週も 素敵なゲストさん来ていただいて、はい、まあすごい盛り上がったということで、三、ね、週四週連続美女シリーズになってますよ。いいですね。今月は美女月間ですね。美女月間ですね。すいはい、ということで今日のゲストも、えー、美女のお方が来てくれております。それでは自己紹介お願いします。はい、大阪から参りました消化器内科医をしております中島幸子と申します。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー いつもね。あのこの前あれですよね。あの講演もやっていただいて沖縄でそうですよね。その際にまたゲスト出演もされて、ちょうど1年ぐらい前ですか？そうですね。ちょうど同じあたりですね。7月の5日、6日あたりですね。で,すねうん、で、僕もあの先生の話、すごい印象的でずっと覚えていてはい、面白かったです。ありがとうございます。は本、い、当にもう反響がすごくて、うん、ありがとうございます。 だからもうあのラジオでずっとこう毎週やっ,、ね、やってほしいぐらいの組ジオからで、ね、す <laughs> ありがとうございます、はい、でも先生本当にご多忙ということでいやいやとんでもないですねお忙しいんですよ <laughs> 本当に <laughs> 本当ですねで今回もその講演があったということではい、はい、そうなんですあのちょうど1年前のね今頃の時期ですね、はい、あの去年は あの慢性炎症体の慢性炎症のお話をさせていただいたんですけれども、はい、今年はよく、ね、あの今感染症いろいろ流行,る流行する中で、はい、あの腸のことがすごくテレビとかでもの言われてるんですけれども、うん、腸と体の中のこういろんな臓器とか神経とかが関わってるっていうのお話を、ね、テレビのもよく見かけるようになったんですけれども第2、はい、あの第二のの 腸は第二の脳とかいう話を聞いたことありますか、ねうん、ありますあります割とそういうのがテレビでも出始めて患者様からもそういうお話をね聞かれたりとかするようになってきていたので今回はそのお話をさせていただきましたね、はい、実際にその腸は第二の脳っていう風うに言われていてえっ、ー、とすごい大事なとこだと、うん、僕も かかまあ、23年ぐらい前からちょっと聞き始めてはいるんですが具体的にどんな感じで。うんはい はい、ちょうどその23年前っていうのが、あのーね、感染症流行してあのいろんな免疫とかこう体がいい状態に体をいい状態に保とうと思うとう腸を大切にしないといけないっていうところで,でかつなぜ第二の脳って言われるのかっていうこと意外と耳にしたことあるけどなぜなのかっていうのを、ねうん、知らない方もいらっしゃるんですけれども、はい、頭の脳って皆さん、ね、ご存知の通り人は脳で考えたりとか、まあ、考えなくても自然に頭の脳から こう指令が送られて体のいろんな臓器とかね動いたりとかしてるあと言葉を発してるとかいろんな大事な部分なんだけれどもそのお腹の腸の中っていうのも皆さんお腹痛くなるとこうねなんかメンタル的にしんどくなったりとかお腹痛くなるとか夜寝れないとかそういう,こう日常生活にも影響を及ぼしてくるようなところが神経と腸がつながっているっていうところなんですよね。って ないですよねで、よくミミズが、ね「地球を救う」なんて言葉あったりするんですけどうん、うん、ミミズって体の中にすごいもうほとんど、まあ、腸でできてるといか食べたもの全部便で出して。 で地上のこう、ね、土のところにこういい肥料になるようなこうものを出してくれるって言うんだけれども体の中はほとんど神経腸でできてて神経張り巡らされている状態で人のやっぱり腸も一緒で腸間神経って言われる神経が腸の中に張り巡らされているんですけれども、はいはい、自律神経って、ね、耳にしたことあると思うんですが。 いいろんな臓器を動かしている神経、それと全く別で、うん、腸の中に単独であるその腸管神経っていうのが、はい、それが独自でもう腸を動かしたりとか中のこう粘膜のいろんな機能を調節したりとかを独自でしているので、えー、脳からの指令がなくても行っているっていうことで第2の脳っていうふうに言われているんですよね。他の臓器はじゃあ,あやってるんですかあの他の臓器はやっぱり神経から指令が行って、うん でそれで動いてるというところはあるんですけれども、はい、まあ当然あのどの臓器にも神経はあるので、うん、あのそれぞれ機能はあるんだけれどもやっぱりその神経層と言われるたくさんの神経の集まりが腸の中にはあって複雑な働きとか動きをそれ独自で司どっているというところなんですの脳というふうに言われてますね。でと、まあ お腹つながってるっていうのを皆さんわかりやすいのが、こう何かこう試験があるとか。なんだろね、面接があると。か大変でこうちょっと緊張する時があると、お腹痛くなる人とか。僕トイレ行きたくなります。そうですよね。ならないですか。私ね、神経太いからならないです。羨ましい。え、そうなん。あのストッパとか飲んでね、試験受けに行くとか。電車の中でも、ね、飲むとかいう人いますよね。 で旅行に行ににくとと、ね、便秘になる人あの女性とかでこう普段大丈夫だけど旅行行ったら便秘になっちゃうっていうのはこう思う時に行けないのでとかいうのもこうちょっと緊張したりとかこうリラックスできない状況になるとっていうのが神経とつながっているなっていうのが皆さん自覚したことあるところでいうとその辺ですよね。ああととは、ね、食事する時とかに、あのーまあ 嫌いな人と食事することってあんまりないのかもですけど誰かにね <laughs> がみがみ怒られながらご飯食べるってこととかまあ例えば子どもさんが親御さんに「もうなんとかでしょ」って怒られながら食事するとかいう状況とこうリラックスして食事する時を考えるとこう何かこう嫌な状況下でご飯食べてるとお腹と痛くなったりとかなんかあんまりこう食べれなかったりとかいうのもやっぱりそういうストレスかかるようなことが頭にあると腸の動きとか胃の動きって影響するところがあるのでこれが頭の脳と まあ脳というか自律神経と腸がつながっているよっていうところなんですよね、うん、なるほどでその腸を健康に保つといろんないいことがあるという感じでよろしいでしょうかそうですね、はいうん、その難しいところがよく腸活って前回去年に、ね、私お話しさせていただいた時には、うん、その慢性炎症を抑えるため腸の炎症を抑えた方がいいですそのためには食事を気をつけて運動して、うん 睡眠を十分にとりましょうこれ、はい、ある意味自分でこう日常生活の中で気をつけようと思うと、まあ、頑張って気をつけるとできるところではあるんですが、うんはい、私も診察の特にこればかりは患者様でなかなかお手上げだなと思うところがそのストレスとか自律神経からの腸の動きなんですよね。その方が どういったスストレスを抱えているかこれよく皆さんに「ストレスイコール嫌なことだけではないですよ」って言うんですけどもはい、はい、試験勉強忙しいとか仕事忙しいとか、うん、あとはもうめちゃくちゃ寒いところにいるとかねあ<ー>この今あの夏ですごく暑い時期に暑いなって感じる、うん、こういう環境的なことも一応ストレスになるんですよとお話するんですが、うん、そのストレスを感じている時に自律神経っていうのがうまくバランスがうまくいかなくなるのでそれ、うん それが腸に影響してくるこれは私が神様にこうした方がいいよって言ったところで、うん、なかなか避けられないことも持ってらっしゃるとすると自律、はい、神経のところからくる腸内環境を整えるというのをやってもらうって難しいところではあるんですよね、うん、だから皆さんが自分の体にまあ、ストレス感じてるって思わなくていいんですけれども、はい、その腸の不調がもし持ってらっしゃる方下痢する便秘する それからお腹痛みが出る方とかでもしかしたら食べ物気をつけてるけどもなかなか良くならない場合は、うん、そのお腹の、えー、症状をよくするっていうよりかは自分にこうリラックスできてるかなっていうのをこう見てみるっていうのは一、うんはい、ついい方法かなとは思いますね、うん。ストレスっていうのは結構その腸にダメージというかそうです、ね、与えるんですか 頭、今、先ほど言ってた、あの、頭の脳からの神経、背中のね、背骨を通ってくる自律神経っていう神経が、うんはい、腸の動きも関係しているので、うん、かかるストレス、頭でね、こう、ストレスって考えて、こう、かかるんだけども、それがずっと神経伝って、腸の動きに影響しているっていうのは、もう言われてはいるんですね。うん、なので、どれぐらいがその人にとってストレスなのかってね、測れるものではないんですけれども、だから、本当にね、自覚していらっしゃらない方もいますね。ですよね。うん。 全然ストレスないんですって言いながら、うん、私見てるといやこの方結構そこからじゃないかなと思う人もいるのにもう全然って思ってる人もいるんですけど、うん、だから頑張り屋さんの人にね多いですねやっぱりね、えーはい。お腹の調子悪いけどそれがあのストレス今嫌なことだと思ってないことが意外とストレスになってることがね、うんうん。僕はあのストレスないって自分で思ってるんですけど、うん、ただ なななんんていいうのかるくなりやすすでではあるんですけど、はいはい、例えば実はかか忙しくなる時とか、はい、やらないといけないことが多かったりとかすると、はい、こなしてはいるんですけどあこの時までにこれやらないとで,できたらあ達成できましたってなるのでただその時ってすごく神経使って頑張ってるんですね悪いことではないんですけどね。 だからそれを調節するためにこう夜寝てリラックスするとか好きな音楽聴いたりとか好きな食事するで人の体はそうやって自分で調節はできるんですけれどもそれをこうもう食事も取らずに仕事して夜も睡眠時間めちゃくちゃ短くって頑張ってますってなってくると本人はすごく頑張ってて充実してるんだけど体にはすごいストレスがかかっててお腹の調子悪いっていう方は結構いますね。 気持ちと体が別になってるみたいな。はい。そうなんだん。頑張れるので悪いことではないんですけれどもね。なるほど、わかりました。じゃあ一旦 CM いきたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W O O East 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七 二二一一はいそのような本当の話でございます今日はえっ、ー、と中島先生はいえっ、ー、とお医者さんはいでいいんですよねはい、はい、そうです、ね、<laughs> <laughs> 大阪でえっ、ー、とお医者さんをやってらっしゃいます中島先生そして北条さんいつもレギュラーですね、えー、来ていろいろと腸についてお話を伺っています。 でストレスが腸を結構こうダメージを与えているということですね。でそれがまあどうなっていくかみたいなそうですね、はいあのー。先ほどお話ししていたように人はすごく皆さん頑張って生活していてそれが。 どれぐらいのストレスかって本人さんにとってはね測れるものじゃないので私が分からないので困る時があるとお話を先ほどしたんですけれども、はい、これこう分からなくなっていることにいろいろ人を人間を頑張らせているもの食べ物を取ったりとか食事を取ったりして人って頑張ってるんですが、はい、あのコーヒーよく飲まれますかお二人は。1日2杯杯か、うん、僕はカフェラテを

いろいろカフェインコーヒーによるメリットとかも言われたりもしてるしあのすごく香りが好きだっていう方も多いので私もあのちょこちょこは飲むんですけれども、はい、こう本当にないと入れないっていう方割といらっしゃるんですちょっと胃の調子が悪いからコーヒー少し減らしたらっていやーそれをやめるとっていう方は結構いらっしゃるんですけども。<ー>あのーまあ コーヒーだけじゃなくてカフェイン含まれているものを避けた方がいいよってすごく、ね、最近割と言われたりもする私は絶対ダメですとは言わないんですけれども、うん、のすごい量を飲む方の中で今のこのストレス自律神経の話と関わるんですが、まあ、ご存知の方も多いかもですけどもあの夜。 長距離運転するのにカフェインのドリンクをすごい飲んで目を覚ませてやるとか勉強しないといけないからものすごいカフェインのものを飲んでやるっていうのねあれするとすごく覚醒するからっていうのはなんとなくわかると思うんですがやっぱりコーヒーたくさん飲んで体がしんどくなる前に飲むとすごくこう自分の体が緩む感覚があって。 ですよねでコーヒーの匂い嗅いですごくいい香りでリラックスしてる感覚にはなるんですけれども中のカフェインがやはりあまり過剰になりすぎるとすごい体を頑張らせる状態にこうどん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 興奮状態みたいな頑張らせる状態にさせるので疲れてるなっていうのがあまり分からないから絶好調って思ってる人でコーヒーすっごい飲んでる人いたら実はすごい体疲れてるっていうのに気づけてない可能性はあるんですよね。 なのであの、まあ、日常すごく頑張れてる体でコーヒーもすごく飲んでるけれども全然平気にやってますよっていう方いたとしたらちょっとコーヒーの量を減らして体緩ませてあげた方がいいと思うんですね。でそそううしないいと若いうちってこう体はれれれでもも頑張れるんだけれども コーヒーのカフェイン飲んでても自律神経って年齢いくとねあのもう10代の頃から1何歳か時にピークでもうどんどん少しずつ落ちていってしまうので、えー、なのであの40代50代になってくると10代の頃のもうえ2分の1ぐらいそして50代になると3分の1ぐらいの自律神経の強さになってしまうので、えー、えそれを無理にこうカフェインとか、まあ、それ以外でもそうですけど頑張らせてしまうのでそこを緩めてあげるっていうのもしてあげないとどっかでボンと破綻してしまう。 してしまうというかね、あるので。昔はですね、テレビ局の社長さんが、うんうん、あのモカっていうのをね。はい、やたらめったら飲んでなくなっちゃった方いましたよね。はい、<ー>そうなんですね。なんかね、カフェイン中毒とかいうのってあるけども、あれと、まあ、また。その今言ってる話は別なんですけれども、あの体がすごく疲れてるのに、その。頑張らせてる状態で、こう夢中って頑張らせてる状態っていうのが続いてて、で、それで、あの、よく。 ね、あの売ってるすごいカフェインの濃い飲料の寝ないために飲んでらっしゃる方とかで先日もねある女性が言ってたのがあれ飲んで,で,でやること全部終わってああ終わったと思ったとたんにすごい体の疲れがどっと出たっておっしゃってるんですけどやっぱりそのカフェイン飲むことで頑張らせてるんですよね気を晴らしてるみたいな感じですか興奮剤みたいな感じですね。そうですねうん だからただあの、もうその量に慣れてしまっている方ってそれで元気なのでちょうどいいんだと思うんですけども結構、人の体の中の,その神経を無理に頑張らせているのですごい酷使させている状態だって思ってもらったほうがいいですよね。うん、ななるるほど。で、そうなると、だから… 結構腸も悪くくなななっていいみたいな感じなんでだからあの自律神経を使いすぎてる状態で胃腸の調子もいいのはその自律神経カフェインだけじゃないですけどねそれ以外のものも含めてでこう頑張らすので調子もそんなに悪いわけじゃないんだけれども、うん、でもいざ本当の体は すすごいこう夢中っってて頑張らせてるるで自律に弱ってるんですよね、うん、だからちょっと例えばその頑張らせる何かカフェインだけじゃないですけど他のものも全部やめてしまった時にすごいぐったり疲れすぎてえお腹の調子も悪くなるし食欲もなくなるしっていうの状態になりうるので。 なのであまりこうそれに気づかない状態のまま走り、突っ走りすぎるというのはよくないから仕事しすぎて睡眠不足になっているけれどもこう何かで頑張らせるカフェインで乗って頑張らせるとかいう状況というのはやめて少しその辺で頑張らせるのを控えて自分で睡眠しっかりとる運動をするとかいうところで緩和してあげないといけないなと思うんですよねう、うん、そうなるともうどんどん。 病気にななるみたいなニュアンスですかそうそうですそうね自律神経ってねあのいろんな症状を本当に起こしてくるのであの今腸の調子が悪くなるってお話ししましたけれども、はい、人によったらめまいがする頭痛がする。 それからそ,うです、ね、それ以外でも、まあ、胃が痛くなるとかあと耳がなんかちょっと耳鳴りがするとかいろんな症状出てくるんですよねだからあのもう本当に病気になる手前で症状だけで出てくることが結構最初は多いので、うん、あの肩こり頭痛の人って結構多いと思うんですよね。肩こりも。うん、なのであの割と頑張っている人はぐっと歯を食いしばってたりとかすることありますよ、ね。 あれ無意識なんですけども、あれのせいですごい夜寝てる間とかに食いしばってる人とか。あれですね,ね。ありますよ、ね。そうです。そうです。はい。<ー>割と、そう、マウスピース作るときに。合わないって言われました。<ー><ー>削られてる。る噛みすぎてね。そうそう、そう多いです、結構。 でほっぺたのところにこれ、師範の先生に聞いたんですけど、うん、ほっぺたの両方のところに、舌でちょっと触ると、ちょうど歯の噛むところにスーっと線がこう触ると分かる人って大体噛みしめてますって言われるんですけどね、う,うっすらとこう、舌で口の中でね、うんうん、舌で触ったときにちょっとスーっと線がいってるのが。 わかる人言ってて噛みしめが、ね、あるのでそういう人もやっぱりちょっと自律神経過敏になりすぎてるから、うん、あの肩くりとか、ね、頭痛が昼間起きてる間に感じて頭痛薬とか飲んでる人もいますけどこれも自律神経のことがありますよね。ななななるるほど、うん、知らないいいいううちにそうなっているかもしれないですね、うん、皆さん<ー>はい、ということでままた一旦行きます頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOOEAST 株式会社電話番号03「0335272211」はいそのような本当の和でございます。今日は、えー、中島先生とがゲストで、えー、北条さんもレギュラーで来てくれておりますでいろいろと腸の話、はい、ストレスの話聞いてきましたが。はい、はい、あのー まあ、カフェインのお話をまあしましたけれどもあの今コーヒーのことだけじゃなくてね自律、はい、神経と腸の関係でいうと体の自律神経をこう使いすぎてるのって意外と皆さん気づいてないかどうかまあいいとは思ってらっしゃらないんだけどと思うんですけれども、はい、例えばもう最近多いのは本当にパソコンお仕事で仕方ないことも多い私もそうですけれども、うん、パソコンを見る時間が長いとかそれからスマホを見る時間が長いとか、はい、あと実は 甘いものの摂りすぎもねうね実は自律神経すごい痛めつけてるんですよね。えー、あの砂糖の入ってる甘いものですよね。これでもストレスほらそう解消するのに必要なんですねこ。この前 YouTube 見てたら甘いもの食べるとお腹が痛くなるって言ってましたけど。はい、人がいますよね。あれはねあの胃が荒れてるっていうわけじゃなくてやっぱり摂りすぎてらっしゃるとそうなるんですね。 だただ自甘いものをとりすぎるとっていうのなんですけどね、えーうん、関わってきたりとかあとは運動されている方の中でお家で運動ね自分でちょっとこうジムとか行かずにストレッチして腰痛めちゃったとか膝痛くなったっていう方ね頑張ってお家でするんだけれどもなかなかうまくできなかった時にどこか痛めてしまったりするととかあとは重すぎるこうねダンベルとか家で自分でやっちゃってでゆったりすると体の骨格が歪むんだりするとその骨格歪むことも 自律神経を痛めるると言われてるんですね、えーうん、だから割とあ,、まあ、あと睡眠もそうですね、うん、夜寝る時間が遅いっていうのも、えー、睡眠時間が短いとこ遅いっていうのも自律神経を痛めると言われてて、うん、これが結局今私いろいろ自律神経を、ね、こう損なってしまう習慣っていうのをお話ししたのがなぜかというと最初にちょっと戻りますが腸との関係がね言われていて。 頭の脳と腸が関係しているさっき腸は第二の脳って言いましたが、はい、脳腸相関という言葉を聞いたことありますでしょうかないです僕、ねうん、はい。い関係はありそうですけどね,ね具体的に。まあね、あまりあの聞いたことないですよね。今、まあ、今日ずっとお話ししてたのがそのことなんですけれども、うん、言葉として腸脳相関とか脳腸相関って割と本とかもね書いてらっしゃる先生とかもいらっしゃるぐらいで。 要するに頭と腸がつながっているということなんですがそういうい言葉が脳と腸の相関関係があるみたいな言葉ですか。はい、だからあの便秘の方下痢の方お腹痛い人とか命調子悪い人とかも、ね、全部その辺の関わりがやっぱりあるんですね。うんうん、なので脳と腸の相関って聞くと、まあ、なんとなく今の今日のお話を聞いていると予想つくような話ではあるんですが。は、うん、はい、はい、うん 便意とかそれから便が出る、まあ、便秘の人って結構多いですけれども、うん、あともういつでも下痢してるっていう人とか先ほど、うん、あのすぐトイレ緊張したらトイレ行きたくなるっておっしゃってたのも、ねねうん、そうなんですけれども、うん、それが脳腸相関って言われる言葉が、ね、最近出てきてるぐらい、ねあのうん、関係があってそういう方がやっぱりちょっと増えてきてるなっていうのを言われてはいますよね。 参りましたなので来週ですねこの脳腸相関ってじゃあ何ぞやと詳しくちょっと中島先生にお話ししていただければと思います来週まで中島先生引っ張りますのではい皆さんぜひよろしくお願いします,ししますありがとうございますあ楽しみに聞いててください,いさあ、えー、この番組ですね聞いてですねぜひこのドクター水素ボトルもっと知りたいよという方ぜひ、えー、皆さんメールか連絡い くださいお気軽に連絡ください、えー、メールアドレスが7 9 7 f m o 1 c o m 7 9 7 f m o 1 c o m ですそして電話番号が098-943-0094でございますホームページにもそういったの載ってますので是非ホームページ調べてもらっても大丈夫ですさあそれではまた来週もよろしくお願いしますそれでは皆さんまた来週さよなら